しく買ったテントですよ。新しく買ったテント、楽しみ。よし、ここがある。頑張って、もっと手袋してるから。じゃあ、リオか、せーの。もっと袋が入ってる。よし。え、まだ袋？これをちょっと出すよ、一回。え、もう一回袋な。もう一回袋があるのか。なんか、プレゼントみたい。え、これ？でかい、でかい、でかい、でかい。大きいね、これ。え、でかい、でかい、大丈夫？まずは、これかな。それ、山本ちゃんもやりたい。いいよ、それちょっと置いとってくれる？こちらを持って、向こうに持っていこうか。この辺でいい？この辺。これでちょっと広げましょう。ねえ、ねえ、ぶち落ち。よし、じゃあこれを広げようか。うん。じゃあ行くよ。よいしょ。よいしょ。すごい。え、まだある。でかすぎ。どうなっとるのか。こうか。え、これは？これは？こうなっとるのか。こっちは行ってごらん。あ、まだある、こっち。え、これなんだ、これ。え、どうちゃん、これ、行かせない？そう、大きいやつ買ったんですよ。こんなのが入ってました。これ、さつまいもとか入ってない？入っとるよ、ちょっと。じゃあこれ一回止めようか。父ちゃん、これこのままでも面白いね。それでやるん？これ止めてんじゃない？あ、ももちゃんやりたい。やる？はい、それ父ちゃんやって。うん、ももちゃんやりたい。はい、お次は。次はこっちかな。そうどんどん。こっち側行きますよ、もみちゃん。はい。どっちからでもかかって、これ土竿みたいだが大丈夫か。風が強いね。風が強い。あ、カメラが。わ、もみちゃん、出てきた。出てきた。よし、引っ張ってください。はい。よし、じゃあ次もう一個いくよ。あと最後？これが最後。今度こっちだ。なかなか楽しいね、これは。楽しい。よし、行くぞ。うん、頑張れ。まだそこ。はい、今やっております。風が強いです。よし、じゃあ。はい。じゃあ、行ってきます。ここのところに通すのかな。ももちゃんの方にも鍵があったけど、どこ行った鍵？あれ、鍵はどこだ？今日風が強いからなかなかできるのでないよ。そうですね。ずっと応援しとこうか。ずっと応援してくれる。頑張れ、頑張れ、トールちゃん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 。はい、頑張ります。頑張れ、頑張れ、トールちゃん。頑張れ、頑張れ。いいよ、もっと一回倒していい。
ありがとう、ありがとう。これで作り方が分かったわ。今、分かった？分かった、分かった。これ立たせるよ。分かった。いいかい？うん、いい。ありがとう。頑張れ、テント。頑張れ、テント。頑張れ、テント。頑張れ。テント、キラキラして、お願い。頑張れ、テントでしてお願い。ポンちゃんまた持ってきてやれ。あのトントやるやつ。うん、あとハンマーは？ハンマーもちょうだい。何個？2個。分かった。ごめん、遅くて。いや、いいよ、いいよ。よし、じゃあ、そっちもやろうか。よし、ありがとう、ありがとう。あ、モンちゃんの鍵出てきたぞ。じゃあ、トントやってもいい？いいよ。よし、じゃあ開けてみようか。じゃあトントン持って。はい、ここちょっと来て。ここかな。じゃあ出るね。はい、みんな入ってもいい？入ってもいいよ。トントン入ろう。せーの。うわー、すごい、いや、すごいでかっ。これ10人ぐらいは入れるんじゃない？10人ぐらい入れるかな。風がすごい。とりあえず閉めとこう。一回閉めとこうか。あ、そうじゃん。ちょっと一回閉める前に。あ、それが入れにゃん。そうそう。じゃあこれ入れて入れようか。外が完成しました。イエーイ。よし、じゃあ今度は中をやろうか。うん。中はね、今度はね、お家を作るところ。お家？うん。あ、あの、二人で寝れる？そうそうそう。トントン背中が見えてない。大丈夫？背中が見えたのよ。いや、セクシーな感じになってしまった。外は完成しました。やった。次は中をやります。難しかったけど頑張りました。イエーイ。はい、じゃあちょっとずつやってくれるかな。じゃあそちらやっていって。あ、こっち？うん。できる？これはできるけど壊れそうで怖い。待って、大丈夫？よいしょ、オッケー。もう一個あるでしょ。あ、もう一個ある。ねえ。どうした？よし、こんな感じで。うん、中も入ってみたい。あ、これは靴脱ぐ？そうだね、靴脱いでから入ろうか。じゃあ靴脱いでも入ってもいい？いいよ。じゃあ入るね。はい。ちょっとここで寝てみてもいい？いいよ。ウィーイ！指ちかかんだね。誰が？父ちゃん。吐くかもしれん。オーノー！オッケー。できました。イエーイ。とりあえずこんな感じでできました。はい。できた、できた。で、この中は、父ちゃんが立っても全然大丈夫。立ってみて。ほら。ほんまじゃ、まだいってるじゃん。ね、立っても全然大丈夫。どうも。時間はかかったけど、できました。やった。で、ここはもう父ちゃんが立っても大丈夫、全然ね。で、こっち側がねんねするところ。こっち側がね。で、これと同じものが、本当はこっち側にもつけられるんだけど、お荷物があるでしょ。お荷物があるし、父ちゃんとセルメちゃん二人しかおらんけ、ここだけでいいと思う。こっち側部屋あっても、誰も寝る人なんでしょ。こことかにもある。あ、あれか、もう一つ作る。これね、ライトとか、あ、そうライトとかかけられるの。ライトもこの辺にね、かけるところがあるんですね。で、あとここはなんか、あ、これ物を入れないようにできるか。この辺にも物を入れるところが
あるのな。うん、ここでお刺身とか食べられるのかね。そうそう、ここにテーブルを置いて、ここで今日ご飯食べたりしようよ。やったー。ね、だけここの下は本当は敷くものもあるし、こっち側にもあの寝るところできるんだけど、うん、まあここだけでいいと思うよ、うん、ね。今回寝るところはこんな感じです。家から敷布団2枚と、掛け布団、掛け布団というか羽毛布団、これを持ってきたんで夜も暖かいと思います。楽しみだね。あ、寝かしとく。いいよ、遊ばってもいい。読みたいものあるから、ちょっともう土に入れた方がいい。いいよ。ちょっと僕撮りたいもの。何個も電球がついているライトはなんぼだろう、アマゾンで多分1500円ぐらいで買ったやつかな。で、今天井にあるこの大きな電球のライトは100均の、USB 給電のやつで、この右側に2つある白い明るいライトも100均のランタンです。風が吹いています。これはセリアのランタン、100円。こっちはキャンドゥだったかな、キャンドゥのランタン。この上にももう一個100均のランタン。こっちにあるのが撮影用のやつ、多分これが一番明るいけど今はとりあえず使ってません。もしもの時のために予備で置いてます。あとこのライトもある。これ、あ、見せてあげて。さっきほら、こっちもほんまやね。はい、これはちょっと寝るときに真っ暗だと怖いかなと思ったので、はい、LED のろうそく型ライト。結構テントの中は外と違ってこんな感じで隙間風はだいぶあるんですけど、外に比べると全然あったかいね。結構風が吹いたりして、うん、テントがこう揺れたりはするけど全然大丈夫な感じかな今のところは。いや、父ちゃんが耐えたけね、うん、欲しいって言ってくれたら嬉しいじゃん。